今日は、ゆきさとの活動をずっとやってるとですね、ひょんな出会いでいろんな方に出会いました。今日の、ゲストはロスさんです。こんにちは。はい、なんでロスさんを知ったかというと、二十何年ぶりかにサーフィン始めたんですね。はい、サーフィン始めたらなかなかうまくできない。で、YouTube 探してて、で、いろんな人の見ました。で、嵐さんの YouTube のチャンネル出会いました。その時になんと、スケートボードで、こんな動きをするとこんな風にターンができるんだっていうのが見つけたのがロスコーチです。ありがとうございます。で、ロスさんのいいところは、おじさんになっても若いやつでも膝に負担がかからない。体の使い方を軸を使ってしっかりと、曲げる、伸ばす、で支えるっていうのでね、もうほんとボトムターンとかも違うし、スノーボードにもめちゃめちゃ使えるよ。はい、出てますね、はい、目線の上げ方とか、はい、あの本当に参考になってるんで、そんなロスさんがなんとミキサドにスノーボービルを体験してきました。いや、ようこそいらっしゃいませ。大きめのスタックしましたが、はいはい、新設始まった。今日は初日ですけどね、うん、あのどうですかスノーモービル。いやいや、奥深いけどまたハマるところ分かりました。そうですね。でも一緒にこれでハマっていただいて、ちょうど見えますかね、夜景、はい、上越市の夜景なんですけど、その向こうは日本海で、この、冬の日本海もうすでにサーフィンもされたということで、はいはい、せっかくロスさんとの出会いなんで、私もサーフィンやってみようかなと。ぜひやりましょう。まずはあの雪里ライフを満喫して、はい、いただいて、はい、いや、何がお世話になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、最高ね。最高ですか。いやー、もう深かった、ここ深かった。あれ、そこイエーイってダイビングしてたよ。